はい、どうも、メイヘロおじさんです。おはようございます。 はい。えっ、ー、と、まあ、あヤフーで、えー、掲載されてる記事についてちょっと話そうと思ってて、高学歴でもあえて非正規、えー、働くために生きるのは嫌ということで、ね、年収200万の娘の人生プランにバブル時代の、まあ、父ゼックとおいうところで、まあ、レイヤー時代の働き方について、ゴールドオンラインさんがヤフーニュースと、えー、共同で書いた記事がありますと。えー、とその人は、まあ、あ慶応卒で、えー、大手入ったけども2年で潰れましてと。えー、で、非正規で働きながら、まあ自分 自分で、ちょっっとと仕事を探すいいうかフリーランス的な感じで働いてて、えー、やってやおりますとで、えーまあ、なんだろうね。えっ、ー、と、正社員の時は本当に、えー、まあ、食って寝るだけの生活でですね、あの、体もボロボロになって大変でしたと。で、非正規は、まあ、基本的に気持ち楽でやらせてもらってますというところでございます。で、 えっと、まあ、ランサーズ、まあ、名前は言ってないですけども、そういう、一文字一円の、ところで執筆したりとか、いろいろ試してみたけれども、えー、自分のその昔からのつてとか、あでですね、なんかいろいろ、まあ今こんなことしてるんです、みたいな形で仕事を取ってきて、やってるのが、まあ、ちょっと今、軌道に乗りかけてるというようなところでございますと。えー、で、ただ、まあ、実家に暮らしてるから、まあ、親とかは結婚とかどうとか、えー、いやいや、 社員で働ける道をもっと考えろという形で言われて、えー、なかなかその辺のところの理解がないというところだけども、私はなんかまあ最終的には、えー、そうやってフリーランスで食っていくんだっていうようなことで話してますと。で、監修している一級 FP 技能者、ああ、俺もそうですね、<laughs> なんですけども、えっ、ー、と、の人が言うには、その社会保障制度自体も、まあ、あの昔のね、えー、フリーターと言われてたあのバブル終わり頃の時期と比べて、 ええと、まあ、社会保障、厚生年金入ったりとかっていうのも範囲広がってきてますし、というのであったりとか、えー、非正規、えー、正規社員になりたい非正規っていう数が、あ年々減ってきてると。だから、あえて非正規を選んでる人たちも多いんだよ、ということを、まあ、おっしゃってて、で、まあ、先のことは、まあ、この人が笑顔で過ごせるかどうかは、まあ、誰にもわからんよね、っていうので、締めてはいるんですけども、 まあ、ああ、なんて言うんですかね。えー、いや、このケースだけで言うと、多分、この、お言うたら記事に載ってる女の人は、慶応卒の女の人は、多分、うん、センスがあるし、えー、フリーランスでやっていけそうな素質があるんだと思うんですよね。えっ、ー、とー、 まあ、ああ、なんですかね。こういう YouTube とか、あ言うたら、まあ人気商売っていうんですかね。えっ、ー、と、ファンを増やして、うんたらかんたらっていうような商売とは、あまた違う形で、えー、まあまあでもに似たようなもんですよ。自分のファンを作って、で、仕事をどんどんもらっていくっていうようなことなので、えー、これができる人って、マジえっ、ー、と、少ないと思う ってるんですよ少ないと思っているというかまあ今までの価値観ったらどっかに所属して働くが普通だったけれども今そうじゃなくてやってる人って、えー、いますよねとでただまあそういう人ってほとんどがあのー、高難易度の資格持ちがほとんどだったわけですよねあるいはその、えー、アイドル的な感じかあーまあでどっちかというとコンサルタントって言われたらなんかふわふわしてるなみたいなあそんな感じだったんですけれども今ってその自分のファンを作って、えー、自分のファンがお金を出し してくれれるっていう状態になれば多分一人で食っていける時代になってると思ってるんですよ。まあ、すでにおじさんがだから YouTube でえこうやって収益化してうんたらかんたらで、えー、とオフ会をしてっていう形なんですも、ま、もうそういうようなことを多分もうちょっとあの頑張れば、ですね多分一人で食えるうようにはなるのかなぁと思ってます。で 多分この人はおじさんよりももっと先を進んでて、あの、ええと、まあ、ちゃんとそれで、えー、お仕事としてもらっててやってるっていうことなので、ええ、たまあ、プラス付け加えるならば、えー、仕事内容とかを、まあ、まあまあでも、インスタかなんかで発信してるっぽいんですけども、だからその SNS で発信しながら仕事をもらいながらやっていくで、多分回せはるんです、だと思うんですよね。ただ、そのやり方ができる人って結構少数派だと思ってるんですよ。 えー、あの、YouTube に関しても、あまあごめんなさいね、インスタとかそんなよくわかんないですけども。<laughs> あの、少なくとも YouTube に関して言えば、登録者1000人以上行くっていうのが、まず、えっと、全体の上位15%じゃないと無理です、というところ。で、おじさんもあと140人ぐらいでえ3000人行くんですけども、多分登録者3000人行くのも、えっと、上位6%しかいないわけですよね。なので、あの、一概に、えっと、それができる、誰でもできるよっていう、誰でもできるんですけども、誰でもじゃあ人を集められることはできないというような状態になってるので、えっと、 生き方でででやっってていいいくんだノープランでっていうのは僕は僕反対でございますただあ、いろんなことを試し試しやっていって、それがコツコツ積み上がってですね、あの、やれるチャンスっていうのは誰にでもあるっていうのはそれは間違いないことなので、やってダメなら働きゃいいし、 え、やってうまくいくんであれば、それはやっていいでしょう、というふうに思うので、まあ、この記事だけ見たら、記事の女の子に関しては、ああ、いいんじゃないのというところで、じゃあ、それが全員が全員できるかと言われたら、そうじゃないよねっていうところなので、まあ、そこは、なんか勘違いしないように、勘違いしないようにというか、あのー、何ですかね、そういう成功事例があるから頑張るんだは全然いいんですけども、いや、ただ、それができる人も、なんか、なんか少ないよっていうことだけは、認識した上で、えー、やった方がいいんじゃないかな、と思っております。で、やっぱり、ま、 正規と正規では、あのー、まあ、受けられる、福利厚生制度が違ったり、ええー、まあ、あのー、なんですかね、死亡保障の規定が違ったりとかですね、ま、いろいろ、あのー、あるんですよ。最近、その、言うたら、まあ、同一賃金同一労働という形で、あのー、変わってはきてるんですけども、じゃあ、規定も全部変わってるかと言われたら、役職に応じて、あのー、死亡保険金が違ったりとか、その退職金の積み上げが違ったりとかっていうのは、まあ、全然ある話なので、それはあのー、 親の世代からしたら正社員の方がいいよっていうのも一理あると思ってはいます。まあだ、ただ、それのためにですね、えー、頑張る労力と、えー、正社員の椅子、えー、が見合ってるかどうかっていうのは最近のね、リストラの話とかも見てると、いやいや見合ってないんじゃないのっていうふうに見るもわかりますとういうところなので、うん、まあだから、 おじさんからしたら美味しいとこどりをできるようにね、えー、頑張りなはれっていう話なんですけども、一つはだからその、えっ、ー、と、正社員になるために、えー、まあ、いろいろ頑張る道もよし、えー、ご自身で自己プランディングをしてですね、あの、自分で食っていけるようにするもよし、えー、まあ、その愛の子で言ったら高難易度の資格を狙って、えー、スキルアップ、えー、あるいはキャリアアップを目指すもよし、だと思うんですけども、まあ、時間限られてるんで、えー、その中で自分がどういう いう形にしたら、まあ、より良いのかっていうことは、あ精査しながらやった方がいいんじゃねえかなってまあ、特に答えはないんですけども、こんだけ喋って。答えはないんですけども、まあ、悔いないように、いいですわね。あとは、だから、その非正規でやっていくんであれば、本当に自分の生活スタイルっていうんですかね、あの、支出を抑えて、まあ、あの、なんですかね、もう全部ネットで仕事ができるって状態で、田舎に引きこもるっていうのも一つですよね、とは思いますけども、そういうのも含めてね、今なんか、あのー、まあ、生き方っていうのはいろ,いろ ありますから、下だただ収入を増やすっていうんであれば、ああさっき言った通りですし、支出を減らすっていうんであれば、えー、そういうスローライフ的な生活も多分あると思うんですよ。で、それが多分あのそれはまああの家族間での許容はよくわかんないですけど、世間の許容度はちょっと上がってると思うんで。 だまあそういう感じで、えー、やっていくのはいかがかなと。ただ、あの流れ流されてなんか働くようなやり方っていうのはあまり、えー、よろしくないのかなと。あくまで自分で主体的に決めた生き方で納得ができるんであれば僕はいいと思うんですけどもね、というところでございます。以上です。